男子に言えますね。成長していくとテクニック的に相当な訓練をやり直さなければ目安を取り戻せません。さて次にご覧いただきますのはイタリアのフェデリコ・ボネリです。18歳ですから青春のシンボルのニキビがあっても当然ですね。イタリアのフェデリコ・ボネリが披露してくれましたのは白鳥の湖の第3幕のバリエーションでした。美しいダンサーです。